内だったらそういうことにはならないんだけど、それぐらいのスピードで入ってるんで、もうその負荷がかかりすぎちゃって、でセーフティーモードになっちゃった。まあ、それぐらい早かったってことだよ ね、はい、すごくない、ね、すごい、そんなモードがそうなるんですね。すごいですね。いやだからシミュレーションのコンピューターが想定した以上のスピードで入ったってことで、3番手の方はね、うんうん、野尻が16の方ね、16の2例の方はちょっとこうテンパりすぎてシフトダウンを早めにしたらもうレブってて落ちなかったのだから全然遅くはないの3番手でも。だからそういうのがあるから俺ら2人っていうのはもう全然もう今日ガンガンワンツー決まり、ずいぶん決まり決まり大変されましたね。すいません今日はでかいこと言うね。だってほらいつもさ、4年前までこのステージでは鈴木あぐりがでかいことばっかり言って決勝終わってみたらなんでやねんやろと思ったでしょ。で今日は本当にもう昨日の原因が分かってるからさ、もう今日全然絶好調ということですか、あぐりさん。出番がないよ、すごいですね今日も。なんか喋ってよ。